1月10日に鶴なし人間の種をまきました。まだ1週間経つか経たないかですが、もうこんなに大きくなりました。すでに本葉も出てきています。鶴なし人間はこれで何回目でしょうか。3回目か4回目ぐらいです。少しずつ巻いて、その都度収穫して使っています。これはもう今年この夏は最後だと思うので、残ってる種を全部巻きました。全部で21箇所に巻いてます。2本立ちにする予定ですから、といっぺんにたくさん収穫できると思うので、さっと湯がいて冷凍保存したりして使おうと思っています。でくるっと回って、こちらにはオクラの種をまきました。オクラもすでに何箇所かに巻いて大きくなったのがありますが、これはやはり7月10日に巻いたもので、もう今年最後の種まきになると思ったので、これもたくさん1箇所に巻いてしまいました。もう少し大きくなったら間引きをして、その間引きした苗が食べられるかどうか、ネバネバかどうかなどを調べてみたいと思っています。それでこのオクラの後ろ側にひまわりの種がまいてあります。で、ここのところにはモロヘイヤの種もまきました。モロヘイヤも1本か2本あればいいのですが、全部種をまきました。少し大きくなったら間引きして、これもネバネバ状態になるかどうか、きっとなるでしょうね。間引きしたのは食用にしようと思っています。で、背の低いひまわりがここに巻いてあります。今年初めてのミンミンゼミの声が BGM に入ってますね。